皆様、はじめまして、鳥取県のプレイズレポーターの、米子復活教会の牧師佐藤勝則です。今回は5月17日に行われた講演会についてレポートをさせていただきます。5月17日土曜日の夜、米子復活教会でクリスチャンジャーナリストである森部義正氏によって、今 NHK で放送されています大河ドラマ軍師官兵衛がクリスチャンであったという歴史秘話についての講演会を行いました。この講演会を開催しました理由、目的は、日本を創造された全知全能の愛と正義に満ちた創造主の父なる神様が、全世界の人々の罪の許しのために十字架にかかり、3日目にご復活された御子なる神様であるキリストによる愛と許しのメッセージによって、裏切りや殺戮が繰り返された16世紀の厳しい戦国時代に生きた軍師黒田官兵衛をはじめ、多くの武将たちの心に光が注がれたという歴史的事実を学ぶことでした。また現代もそのメッセージが全ての日本人の心に届けられようとしているという、創造主の神様の愛を知っていただき、聞く人々が生きる勇気と希望を持っていただくためでした。日本を作り、日本の歴史にずっと関わってこられた創造主の神様が、今日も生きて働き、日本の人々を救いに導こうと生きて働かれていることがよくわかる講演会でした。出席者は30名ほどで多くはなかったのですが、土曜日の忙しい中、他教会の牧師先生やカトリックの神父さんも集まってくださいました。また愛と許し、命より大事なものをテーマに、森部氏が優しく、そして分かりやすく講演をしていただいたので、多くの人々が改めて神様の愛と許しを学び、深い慰めを与えられ、信仰によって生きる勇気を得られたようです。そのお一人のご感想を紹介いたします。40代の女性の方です。この日本にも殉教の精神を持ち、最後まで主に忠実であった信仰の先輩、模範となる方々が存在していたことから、多くの教訓を学びたく思います。時代は変わっても、今の時代の人々に大切なメッセージを伝えられるものとして、官兵衛のように愛と許しを大切に考えていきたいです。感謝。以上、証にありますように、今回の講演会を通して神様の愛と許しを確信されたキリスト者が多くおられました。キリスト者にとって、神様の愛と許しを心底確信して喜びと平安に満たされることほど重要なことはないでしょう。信仰の深まりにより来る神様の愛と許しを不動のように信じて喜びに満ちるキリスト者が、この地域に多く誕生するとき、リバイバルのための祈りが多く捧げられていくことと思います。米子では山陰地区のリバイバルを願い、毎月2回6名ほどのメンバーで山陰リバイバル深夜祈祷会と、毎月1回米子超祷会をもって祈りを捧げています。この祈りの輪が広がることが、この地域のリバイバルにつながっていくと信じております。以上、鳥取県から佐藤がレポートいたしました。